こんにちは、バンラーレンタカーの石ちゃんです。今日は八戸田向かいにある田辺食堂に行ってきました。私が注文したのは味噌ラーメン、店長はラーメンチャーハンセットです。それではいただきます。店長は縮れ麺のラーメンが一番好きなそうで、まずそこに大興奮、鼻の下が伸びていました。味は王道の醤油ラーメン、美味しいに決まっています。チャーハンは黒胡椒の味がよく効いたチャーハンで、みじん切りの玉ねぎの味がアクセントでとても美味しかったですとブツブツ言っております。チャーハンの横の福神漬けも珍しいですよね。私が食べた味噌ラーメンには人参、白菜、ピーマンなどたくさんの野菜が入っていました。白菜はシャキシャキで、ピーマンも全く苦くなくとても美味しかったです。味噌ラーメンだけどこってりしすぎないところが私は好きだなと思いました。私は猫舌で一口目からやけどしてしまいました。最後まで熱々なので皆さんも気をつけてくださいね。私たちが行った時には子供と一緒に来ている方やおじいちゃん、おばあちゃんがいました。平日のお昼はサラリーマンの方で混雑していると聞きました。お店の雰囲気も昔ながらで懐かしい感じがあり、子供から大人までとても人気のお店なんだなと思いました。私は前にも来たことがありましたが、長野県出身の店長は初めてだったみたいです。何回食べてもやっぱり美味しかったです。次来た時は店長が食べていたチャーハンも食べてみたいです。皆さんもぜひ田辺食堂に来てみてください。本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。こちらメニューになります。バンラーレンタカー、メルセデスベンツ専門のレンタカーショップ、 J リーグ、JFL 全チームファンクラブ会員様、ベンツが当日7800円から。八戸に来た際はゴーゴーバンラーレンタカー。動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。